マガナンハーポン、アクアイハーポン、フィリピンはメトロマニラマカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズの卸をしておりますヤスさんです。こちらは前回の動画のエンディングとなりますが、私の動画の準レギュラーホテル蘇豪、こちらに行ってみようかな、でもそんなことしたら奥様に殺されるから行かないなんて思いながらも、これもフィリピンの文化の一つ、どうしても中が見たくなったので、いつものやっつけ突撃取材で行ってまいりました。もちろんお一人様で、この動画奥様も見てるしね。マニラ首都圏、このカラフルな色合い、至る所にありますよね。ついつい目に入ってしまいますってのは私だけでしょうか。そして無駄に目につくこのプロも、いつかはクラウンじゃありませんが、いつかは泊まってみたいなと思うこと早7年。ところで私、蘇豪について3つの大きな勘違いをしておりました。蘇豪について調べるとウィキペディアにもしっかりと出ておりました。ホテル蘇豪でも本当はホテル蘇豪、いつも使われている方、またご利用されてない方にももうおなじみのホテルですね。フィリピンを代表すると言えるかどうかわかりませんが、ホテルチェーンでありアイコンホテルと、なんとあのユーロテルのホテルチェーンも所有するグローバルコンフォートグループコーポレーションが所有と運営をしてるんですね。てっきりライバルかと思っていたユーロテルも同じ会社の傘下なんですね。そうすると久川の動画で登場したアストロテルなんかも同じなんですかね。ともあれ、ホテル蘇豪は1992年に2人によって設立。1人はホテル業界に20年も携わった専門家、もう1人は商業開発で AAA ライセンスの請負業者とのこと。来年は30周年記念の何かプロモとかあるんですかね。名前の由来はハーモニー、調和ですね。これから来てるということなんですが、これは総合なのか総合なのか、どちらにしても日本の高級デパート蘇豪を意識したのは総合的に判断して間違いないかと思います。部屋のところどころには日本のテーマが採用されているということで、後ほど検証。そんなわけで、勘違いその1が名前が蘇豪ではなく蘇豪、勘違いその2がライバルだと思ってたユーロテルと仲良し小良し、そしてその3、ロックダウンのマニラを歩くの動画撮りをしてても本当に至るところに目につくので、フィリピン全土で何百ブランチあんのやろと思ってたら、ウィキの情報ではなんと39しかありません。いや、そんなはずあらへんと、公式サイトを見てみて、数えてみてみての驚きの41ブランチ。まあそれでもすごい数といえばすごい数なんですが、勘違いその3は首都圏にはそこそこ多いものの、フィリピン全土ではそれほど多いというわけでもないっていうこと。ともあれ、公式サイトにはいろんなプロモが隠れておりますので、ぜひともご利用ください。ってお前誰やねん。いよいよいろんな疑問を解消すべく蘇豪に向かいますが、その前にお仕事。いや、しかしたまたま乗ったあたりのニュージープ、誰もお客さんいません、貸し切りです。そしてこのリーブレンス高いフリーライド無料です。運転の供養にこれはガバメントがペイしてんのと聞いたら、オポと言ってました。じゃあなんで乗り心地の悪い10ペソ払うトラディショナルジープにみんないっぱい乗ってるけど、これには乗り込まないのかねと聞いたところ、 I don't know と笑ってました。ちなみに毎日運行ながらも、このタイプのニュージープが全部が全部フリーっていうわけではなさそうです。フリーライドとはいえドネーションボックスはあるので、気持ちぐらいは気持ちよく。このグリーンネスが今回乗ったニュージープと言ってもすでにくたびれてきてますね。アラバンスターモール前のバス乗り場、10日ぐらい前ですかね、外ではあの本当に邪魔でカチューシャ状態にしか使われてなかったフェイスシールド、もうしなくてよかよのお達しがあって、そのまま忘れてバスに入っても何の音がめもなかったのが、この日はやたらとフェイスシールド必要だよ、ちゃんとしてからバスに入れと拡声器を使ってアナウンスしてます。この区やフェイスシールドを売ってるようですね。ってか、まずはお前がしとけよと皆様に代わってツッコミを入れさせていただきます。そもそもこのパスモみたいな黄色いマネーカード、これの普及もっと徹底してくれよと思うのは私だけじゃないはず。さてこれからマカティに向かうんですが、アラバンスターモールを出発してすぐに見えてくるのがこの赤い看板、そして赤と黄色のおなじみのビル。え、お仕事が終わったら後ほど。その先大通りの向こうにはバルタン星人ならぬ蘇豪ジュニア、ジュニアでジュニアを作れたか。その先をさらに進むと、やはりプロモプライスを全面的に押し出したランチホテルっていうのかな、これ。ともあれ、ここも後ほどちょっと伺います。
というわけで、さっさとお仕事を済ませたその後ほどとなりました。中に入ってレセプションに、あの表の表示のプロモってやってんの？と聞いたら、今はやってないようで、ミニマムステイが6時間から、料金は1000ペソぐらいからで、ワンデーステイが2000ペソぐらいからなので、まあこの作りにしてはそんなに安いとは言えないでしょうね。ちなみにアラバンパレンケの真ん前にも同じホテルがあるんですが、あれ？入り口のところに自転車やら鍋やらが売られています。ガードっぽい人が寝てたので叩き起こして、ここやってんの？と聞いたら、今はやってないので、先ほどのメインブランチの方ですかね、に行ってくださいということでした。いや、さっきもそうだけど、このプロモの表示、目立つところに出しとこなよっつう話ですよね。さて、お待たせいたしました。いよいよホテル総合に向かいます。いろんなディスカウント表示がある中、今はやはりワクチンを打った人へのディスカウントがメインのようですね。私も仕事上不本意ながらフルで打っておりますので、このワクチンパスポートを使い倒したろと思います。さあ、もう何年も前を素通りしていたホテル総合に入ってみます。念のため本当に一人でですよ。まあこれはこれで勇気いりましたけどね。で、その勇気の甲斐なく今ここは稼働してないとのこと。どうやら消毒作業かなんかあるようで、今日はダメと言ってました。すぐ近くにそごうジュニアがあるの知ってますか？と聞かれ、うん、行ったことはないけど知ってるよと答えると、そちらへどうぞと誘導されます。なるほど、最初はんじゃあ扉開けとくのよと思いましたが、そういうことだったんですね。確かに私が受付嬢と話してる間に3組ほどのカップルがやってきては、ジュニアの方へと向かっていきました。どうでもいいことですが、一つ言わせてください。この受付嬢がね、妙に可愛かったんですよね。これ反則やろ。ともあれ、すぐ近くということもあり、ジュニアの方に行って、いろいろと聞いてみました。中にはなぜか、迷彩の警官が出入りをしていて、まあ、そごうは、クアランティンホテルとしても利用されてるみたいなので、警官の仮宿泊所としても使われてるのかもしれませんね。とにかく、迷彩服を着た人には、つい最近のトラウマがあるので、中での撮影はしておりませんが、ジュニアだからちょっとは値段安いのかなと聞いてみたら、この後に向かうそごうと値段の差はほとんどありませんでした。で、ここの受付嬢に、レギュラーのそごうとここのジュニアは何が違うの？と聞いたところ、結局はこのあても分かってないようで、まあビルの大きさの違いでしょうかね。そしてこちらの方の受付嬢は、可愛くない、もう何このめんどくさいやつみたいなのが表情に出てました。そんなわけで、ここのジュニアを後にして、スターモールの前を通り7分ほど歩いたところにあるもう1店舗の方に向かいます。よくよく考えてみたら、フィリピン全土で41件の中、アラバンに徒歩圏内で3件。アラバンに住む人って好きですね。本当に好きですね。なんですかね。ところで、この動画を作るにあたり、このそごうについてお仕事中に情報を調べていたんですが、フィリピン全土で41件しかブランチがないというのは未だに信じられません。それぞれスタッフを呼び出して、あのさ、そごうってフィリピンに何件ぐらいあると思う？と聞いてみると、まあ仕事中に何しとんねんって話ですが、少ないもので200件ぐらい、多いものだと1000件以上と答えました。そんなわけで、私の今回の情報が間違っていたら、コメントをいただけましたら幸いです。あとまた関係ないことですが、こちらもフィリピンあるある、切れて垂れ下がった電線。元バレー部の私、配球じゃありませんが、普段ですと、一人変人速攻とか言って触ってましたが、これは中の動線が見えてたのでアタックをして感電をしたらバカじゃねえと言われそうなのでやめときました。ただバカじゃねえと言われそうな一人でそごうに行くというアタックは続行します。写真を撮り忘れてしまったんですが、正面入り口は塞がれておりました。あれ休み？と思って近くにいたガードさんに聞くと、裏から回ってということで、裏側の出入り口から中に入りフロントまで行きます。料金はこんな感じで、週末はちょっと高くなりますね。これはホームページ上の値段ですが、実際の受付ではパソコンの画面上にプロモと称して500ペソぐらいからの値段設定もあります。で、このプロモって何？と聞くと、3時間のショートコースということでした。そしてもう一つ1000ペソぐらいからの10時間コースというのもありました。こちらも受付嬢は女の子。チェックアウトをするカップルが何組か来る中、まあまあ聞くことの質問に答えてもらい、この部屋のプレミアムとデラックスとエグゼクティブは何が違うの？と聞くと、当たり前のように大きさの答えが返ってきます。そこをまたどれぐらい大きさが違うのか聞いてみると、部屋見ますか？と内見 OK の意外な答え。そりゃもう見る見る、ヤクルト見る見る。そして
現れたのは全身 PPE と言われる防護服を着込んだセキュリティのクヤが案内をしてくれました。こちらがプレミアムルーム、一番小さくて安い部屋ですね。ちゃんとメニューもあって部屋の中で飲むことも食べることももちろん自由。以前にそごうに泊まった人のブログを読んだことがあったんですが、そこには窓がないとあったので、建物の作りからしても窓がないものと思ってましたが、ここにはちゃんと窓もありました。部屋にもよりけりかもしれませんが、これは私にとって大きなポイントです。次、行ってみようか。写真がブレブレですが、デラックスルーム。こちらも広いとは言いませんが、テーブルが1個ついてます。あ、で、この心霊写真のように写っている、今回案内をしてくれたこのクヤ、PPE を着てると本当に暑いのは私もよくわかります。そんな中、汗だくになりながらも嫌な顔せず、いろいろ説明をしてくれました。このクヤのお名前は、忘れた。ごめんね。次は通常ルームの中で一番大きいエグゼクティブと言ってもちょっと広くなったかなっていうぐらいですが、桜のモチーフが映えるとても清潔感のある、さすがはソークリーンソーグッドを歌い文句にしたソゴの部屋ですね。こちらも窓はしっかりとあります。そうなんです、ここアヤラモールサウスパークの真ん前。そして案内してくれてるクヤが本当に人が良かったので、ちょっとわがまま、これはGoogle マップスに載っていた写真。このバスタブが気になって気になって、この部屋も見せてくれないかなと聞いたところ、 OK さーと快諾。実はここのそごう、道路沿いにある建物は通常の部屋で、こういったスペシャルのルームは裏側にあるビルの駐車スペースと直結した部屋となってました。もちろんですが、車がなくてもこの部屋借りられるそうです。そしてもちろんこちら側でもそれほど高くなく飲み食いができます。で、ここの一室、ジャグジー風呂のある部屋がこちら。これはもう日本のラブホですね、知らんけど。そしてこのブランコで何をするんでしょうか、知らんけど。そしてそして、ありました。写真通りのジャグジー風呂。手前にある3つの怪しいチューブ。これで泡風呂とかできちゃうんでしょうね。でも、ラウルス硫酸ナトリウムとか合成界面活性剤なんだろうね。それでもいい。ジャグジー風呂の泡風呂でジャブローに散る。セキュリティのクヤの話なので正確ではないかもしれませんが、1泊2000ペソぐらいと言ってました。もちろん1人でも OK ということなので、マジでステーケーションで来ちゃおうかなと思ってみたりも。余計な情報ですが、また一つ、こちらのそごうはアラバンサウスロードブランチになるんですが、実はすぐお隣が葬儀場となるんですね。この時も誰かのお葬式をしておりました。とあのお別れの横で新しい生命の仕込みがあるわけなんですね。人生の縮図かな、アラバンサウスロードなんてね、なんて思いながらも、今回はこちらの部屋を利用させてもらうことにしました。あ、利用というのは本当に一人で溜まってるものを、あ、溜まってるってお仕事で使う資料の編集ね。静かで Wi-Fi 環境が良いところを探していたわけですよ。いやいや、お前一人暮らしなんだからお家でやれよ。そうなんだけど、たまには環境も変えたいじゃん。ちなみに Wi-Fi スピードはこんな感じで全く問題ありません。ちなみついでに、現在では当たり前のホテルの無料 Wi-Fi、 これを早くに導入したのがこのそごうグループ。また24時間年中無休のコールセンターを立ち上げるなどなど、ホテル業界に多くの革新をもたらした、何気に革命児だったんですね。フロントでもらったこのそごうの箱の中にはゴム製品は入っておらず、歯ブラシ、トゥースペース、シャンプー、そしてなんとドライヤーもあります。パワーは弱かったですが、逆侍ヘアの私にはありがたい。テレビもそこそこの大きさ、チャンネル数は少ないんですが、さすがこういったところアダルトチャンネル、洋物と日本物の2本立て。ちなみに洋物の方はやってませんでした。見たんかい。まあちょっと確認した程度で、ちゃんとこの後持参の iPad でハゲない程度に仕事に励みます。ということで、そごうについての大きな勘違い4つ目、あれ1個増えてますかね。それはフィリピンのラブホ、ただそれだけと思ってましたが、最近だとフィリピンに帰国した人の隔離ホテルとして使われたりとか、 Wi-Fi もしっかり使え、集中して仕事したい時とか意外にここ使えるじゃんということ。あ、このカットは奥様へのメッセージで、 B さんおよびタオルは私が一人で一つずつ使ってますという、変なことしてませんよというやつです。一仕事して一眠りしてもうシャワーを終えてます。ちなみに今回は10時間のエグゼクティブルーム、お値段が1130ペソ、料金は先払いで、お金を出した後に、あれ、そういえばワクチン打ってると割引あるんだよねと聞いたら、1130ペソが
941ペソとなりました。 15% オフになったんですね。で、浮いたお金でなんか買いに行こう。当然ですが自由に外に出られます。ああ、もうすっかり夕方ですね。お腹が空きました。ということでアヤラボール内に入っています。何気に近くに住んでてここに入るの初めてなんですよね。外見は少々劣化は進んでますが、ここは比較的新しいモールなんですが、中に入ってちょっと驚き。平日ながらも夕方、人があんまりいない。下を覗き込むとずらーっと並んだ椅子。あ、ずらーっというのは報道官とは関係ありません。ワクチンの接種会場なんでしょうね。それはそうと空き店舗が半端ないっすね。この現状分かってるずらか、政府の方々。コーヒービーンとジャリビー、今や同じグループなので並んで元気に営業中ですね。コーヒービーンは月曜日に100ペソスペシャルがあります。メニューはその時によって変わったりも。お、よく路面の小さなショップで美味しいチキンの丸焼きとかを売ってるアンドクス。こんなファストフードの店舗があったんですね。よし、ここでポークバーベキューでもと思ったんですが、店員がもう帰り支度をしててやる気なし。こっちも買う気がなくなりスルー。外に出るとここにもまた大きなビルが立ちそうですね。ぐるーっと回って、とりあえずセブンに行こうっと。ちょうど前から気になっていたこのセブンのチキンカレーを食べてみたかったんですよね。お、2、3人分ですね。ちょうどいいな。そしてビールのラインナップもなかなかですね。フィリピンではスーパーよりもコンビニの方がプロモがあって安いこともあったりするんですよね。というわけでホテルに戻っていただきます。サンミゲルスーパードライ、ハイネケン、そしてサンミゲルプレミアムモルツ、私の好きな順なんですが、よくよくレシート見たら店員間違えてやがる。ハイネケンでなくプレミアムが2本でレジ打たれてるから16ペソ損した。いいじゃんそれぐらい、ちっちゃいやつだな。そしてカレーも温めすぎでかなりこぼれてます。フィリピンのコンビニは温めすぎが多いので気をつけましょう。ではこっちは冷たいうちにいただきます。いやー、お仕事も片付いて違う環境でうまい。ではカレーを。これはまたゴロッとしたチキンですね。うん、うま、ハンマバキ。ネットフリックスもサクサクです。このカレーは辛いというよりちょっとしょっぱいので、ご飯を2つ買って正解でしたね。うん、ご飯は炊きたてだったようで当たりです。そんなわけで今回はこれでおしまいだ。本当にラブホで一人で過ごしたんだね。奥さんに怒られることをしない、それが第一。立派な心がけじゃないか、ヤスさん。合衆国最強のこのオリバーから皆に頼もう。チャンネル登録をしてやってくれと。イエス。